すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、朝の7時から行列のできる群馬県の朝ラーの聖地と言われるお店はこちらです。どん、群馬県桐生市渡良瀬渓谷鉄道下新田駅から徒歩6分くらいのところにありますラーメン芝浜さんにお邪魔してます。こちら芝浜さんは朝の7時から昼の13時までという超ストイックな営業を貫き続ける群馬ナンバーワンとも言われる名店で、看板メニューが小麦三昧と呼ばれる混ぜそば、つけ麺、ラーメンを一気に堪能できるコース料理になってて、過去にですね、すする TV 第705日目にてこの小麦三昧をね堪能しておりまして、現在でもね、群馬県不動のナンバーワン店となっていて、その安定感はね、さすがの一言ですね。前回がね、小麦三昧をすすったので、まぁ、今回ちょっと何をすするのか非常に迷ってるんですけども、早速、すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。皆さん、おはようございます。おはモーニング。ということで、現在の時刻はですね、8時22分です。今いるのが、群馬県太田市のセブンイレブンです。朝ね7時前ぐらいに東京出まして、車でね群馬県向かってて、今日行こうとしてるのがですね、ラーメン芝浜さん。まあ芝浜さんもうだいぶ前に出るんですけど、する TV でもちょっと訪問したことがありまして、あの看板メニューはね、あの小麦三昧と言われる、まあ日本初のラーメンコース料理みたいな感じで言われてて、一杯あたりねこう少しずつ麺が入った、まあ、ラーメン、つけ麺とか混ぜそばとか、それがこうちょっとずつ、3杯出てくるっていう、もう群馬県をね代表するラーメン屋さん、これが芝浜さんとなってますね。今ね行列並んでるんですけど、小麦三昧っていう、ラーメンのフルコース、なんと10時かららしいですよ。7時から10時までの間は定食、朝ラー定食のみの提供らしく、まあ、今回のちょっと朝ラー定食を攻めていこうと思います。まあ、小麦三昧もねすすりたかったんですけど、前に1回食べてるんで、まあ、今回のちょっと気持ち入れ替えてね、朝ラー定食でいきましょう。それはそれで楽しみだからね、いいですね。さあラーメン芝浜さん、注文せです。今回は朝の時間帯限定の朝ラー定食歌丸をお願いしました。カウンターの下に備え付けられているティッシュの箱が丸ハンデ、ちょっとそそられるなと思いながら待ってるぞ。こちらがラーメン芝浜さんの朝ラー定食歌丸です。うおー、かけラーメンと A4 和牛ハンバーグ丼がセットになっていて、さらっといけそうでもありボリューミーでもある構成、朝から大満足しちゃうぞってことでいただきます。ではまずスープから。ふわーい、節の香りがふわっと漂い、塩味のエッジが効きつつも出汁とのバランスも取れた美味しいスープ。朝一からでもスルッと入ってくる上品な味わいで、キリリと立った塩だれと魚介の風味がなんともたまりません。これには思わず鬼瓦も発動してしまいますよ。さあお次に麺とご対面を果たし、1-2のすずる。ボラーン、スルッと滑らかなすすり心地の自家製中細麺で、噛むとポキッと歯ごたえのある食感で風味もよし。麺量も意外とたっぷり入っており、かけラーメンだけでも物足りなさはなく、キリリと立った塩スープも絡めば朝からシャッキリ。ではいよいよ A4 和牛ハンバーグ丼いっちゃいましょう。パカッと割ってみると中はレアになっていて垂涎が止まらない。食らってみましょう。ハンバーグ、表面はカリッと中には極上の肉の旨味が詰まっており、タレは控えめでこの肉の旨味で米を食わせてくれるタイプ。知ってる方は知っていると思いますが、すするはハンバーグも大好物で、朝から大好きなラーメンとハンバーグを食べられるなんてこの世で一番幸せなんじゃないでしょうか。しかもそのハンバーグとラーメンのスープを合わせるとまた格別な味わいで、麺をすすってはまたハンバーグを食らい、そして米もかき込むという永久期間の出来上がり。ちなみにハンバーグは店主さんが目の前で焼いてくれるというライブ感も堪能できるので、視覚的にも楽しめます。てな感じでわさびもいい感じのアクセントをもたらしてくれるなと思いつつ、超絶怒涛のかき込みを披露して、朝一からスープ完飲をかませば本日も完食です。大変美味しくすすれました。朝の8時半でも行列ができるのも納得な至極の朝ラー定食でした。それではごそれ。スムージーまでがね芝浜ですからね、うまかったラーメンごちそうし、バナナ。
はい、ごちそうさまでした。いやー、柴浜さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。我々すする一行はですね、気合を入れて朝の8時半くらいに柴浜さんのお店の前に着いたんですけど、この8時半でもうしっかり行列できてて圧倒されましたね。そして恥ずかしながらちょっと今回知ったんですけれども、小麦三昧の提供は朝の10時からとなっていて、さすがにちょっと10時までは待てないなということになりまして、今回はかけそばと A4 和牛ハンバーグ丼がセットになった歌丸をチョイスしました。スープは節の香りがふわっと漂い、表面にしっかりと油の張られた熱々の塩味で、キリリと塩味が立ちつつも節の旨味、そしてね、香りもしっかりと感じられて、朝からでもね、スッと体に入ってくる美味しさでした。麺はポキ食感でしっかりとコシのある中細麺で、自家製麺なのでやはりスープとの相性はすごく良くて、小麦の風味もね、しっかりと感じることができました。チャーシューとかですら乗らないね、かけそばスタイルではあったんですけど、 A4 和牛を使用したハンバーグ丼もなんかチャーシューの代わりにして、ハンバーグを割ってみるとね、中は超レアで、タレの味は控えめになってまして、肉の旨味とあとジューシーさで、ね、米を食わせるような秀逸な丼でしたね。あのハンバーグ丼もね、店主さんが目の前で焼いてくれるんで、ライブ感もすごく感じました。柴浜さんといえばなんか小麦ざまとかいろいろあるんですけど、やっぱりね、締めのスムージーまで行きたいですね。あのスムージーのね、あの外側のところに可愛いイラストを描いてくれて、非常に元気が出ました。やっぱりね、このスムージーまで楽しんでこその柴浜さんなんじゃないかということで、今回もね、極上の朝ラータイム堪能できましたね。ごちそうさまでした。それではスルの公式キャッチフレーズ、ラーメン柴浜さん、この朝ラー座布団10枚やー、良かったですね。やっぱ柴浜うまいですね。どうも、のびーです。編集後期ということで、今回はラーメン柴浜さんです。はい、705回ぐらいにも訪問してまして、ラーメンコース料理がいただけるお店なんですけども、今回は気合を入れすぎて早めに行ったせいで朝ラー定食しか食べられなかったんですが、その朝ラー定食もうまかったので結果オーライということで、まあなんか動画内では言ってないかもしれないんですけど、そういうの結構あって、気合入れすぎてやってなかったみたいなお目当てのメニューがね、ちょいちょいありますので、まあ事前に皆さんは調べてね、行ってくださいということで、朝ラー定食歌丸ということで、完全にね、落語好きということが分かりますね。ラーメン柴浜で完全に僕やらかしました。原稿の最後に絶対にまた夢になるといけねえを絶対に入れようと思っていたのにもかかわらず、その前の文章の筆が走りすぎて完全に忘れました。はい、すいません。落語好きの方、本当に申し訳ございません。次回行った時は絶対に入れ、ズルズルとスルです。この度私スル、ついに念願のラーメン本を出版することになりました。イエーイ。私すする YouTube でラーメンの動画を配信し続けて7年目に突入してるんですけど、この7年間でも印象に残った、もう一度すすりたいと特に思ったお店を集めに集めたラーメン欲が高まる一冊となっておりますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、良きラーメンライフを。ごそれ